そうか、会いたかったんだ。どうしてたんだよこんなとこで。お前こそ何してたよこんなとこで。死のうと思ったんだぞ、崖から飛び降りて。ほうほう。ねえトラさん、もしかしてこの子。そうだよ、俺の甥っ子、さくらの息子だよ。じゃあ光雄くん、うん、やだ、どっかで見たような顔だと思ってたのよ。光雄、ほらリリーだよリリー。大きくなってこの子。私が訪ねてった時あんたまだ小学生だったのよ。行こう行こう、早く行って。泉ちゃん、泉ちゃん、結婚なんかやめろ。いい、結婚するんだよ。無様だね、あの男は。なんとかなんないのかね。いいじゃないか、無様で。若いんだもん。私たちとは違うのよ。どうぞどうぞ。懐かしいな。